ヘレナ・ペトロブナ・ブラバツキー、1831年8月12日1891年5月8日は、近代新知学を創称した人物で、新知学協会の設立者の一人である。著者の役所は、H.P. ブラバツキーか、ヘレナ・ P. ブラバツキーとして出ている。通称ブラバツキー夫人。ブラバッキーと語記されることもある。父方は、ロシア人。 母方はユグノーの血を引くドイツ系で、ロシア語でのフルネームはエレーナ・ペトローブナ・ブラバーツカヤである。旧セフォン・ハーン。彼女の生涯は多くの謎があり、特に1874年にアメリカで活動を始めるまでの前半生は全くわかっておらず、多くの神話に彩られている。ブラバツキー自身が残したメモや日記、周囲の人々に語った事柄、親族など、 近しい人々の証言などが再構成され、一般にもルフしているが、相互に矛盾が多く、一見口頭無きとも思われる事件の連続であり、審議については議論を呼んできた。新知学協会や支持者は、正しさを証明しようとし、批判者は虚偽であることを暴こうとし、現在も、起業方変が激しい人物である。杉本義雄は、ことの審議を問わず、現在も、 非常に大きな存在感を持っていることだけは事実であると述べている。新知学協会は偉大な魂による古代の知恵の開示を通じて諸宗教の対立を超えた古代の知恵、根源的な神的英知への回帰を目指していた。その思想はキリスト教、仏教、ヒンドゥー教、古代エジプトの宗教をはじめ様々な宗教や神秘主義思想を設置したものである。 神知は、キリスト教世界にすでにあった概念で、セオソフィアつまり、隠された神聖の内的直感による認識を意味しており、神知学教会の名称にこの語が採用されたのは、偶然が多分に働いていると言われる。教会のスローガンは、真理に勝る宗教はないであり、神知学は宗教ではなく神聖な知識または神聖な科学であるとされる。ブラバツキーに始まる、 近代新知学は多くの芸術家たちにインスピレーションを与えたことが知られている。例えば、ロシアの作曲家スクラービンも傾投し、イエーツやカンディンスキーにも影響を与えた。ニューエイジ思想や大衆的オカルティズムの起源として、また新宗教への影響も大きい。19世紀初頭のエカチェリノスラフ1831年、ウクライナエカチェリノスラフにて、ドイツ系貴族で、 騎兵砲撃隊長のペーター・フォン・ハーンをお父として、ロシアの名門出身で、助権主義者で、小説家のヘレナ・アンドレアブナ・フォン・ハーンを母として、誕生。ロシア首相を務めたセルゲイ・ビッテ伯爵は重帝である。二人の共通の祖母が、ロシア建国者、リューリクの血統の名家、ドルゴルキー家出身の女性博物者、ヘレナ・パブロブナ・ファジェイエフである。ヘレナと、母。 1844から45年母は若くして亡くなり、父は軍務で落ち着かず、幼少期の実質的な家は、母方の実家でヘレナ・パブロブナ・ファジェイフがヘレナの母代わりだった。祖父も知事としてロシア帝国の辺境を転々としており、幼いヘレナの生活は旅の連続であった。幼い頃から精霊と会話する夢見がちな少女であったという。 性格的には、激しい気象の持ち主であったという。1844年には、父親と共にパリとロンドンに行き音楽教育を受け、ピアノ演奏などを習得した。1850年1848年、アルメニアのエリバン地方副知事の職にあり、20歳以上も、年上であったニキフォル・ブラバツキー将軍と結婚した。結婚は長続きせず、 数ヶ月で家を出て何度も住まいを変えた。この夫婦のケースでは、法律上離婚が困難であり、エレナも、ブラバツキー夫人という名で呼ばれることを選んだ。年齢差の大きい夫との結婚生活を嫌ってのことだとも、ファジェー・エフケをよく訪問していたフリーメイソン会員、アレクサンドル・ドリチン大公の手引きがあったも言われる。ここから、先のブラバツキーの人生は謎に包まれている。 今回を出本してからは、1858頃から数年間はロシアに戻っていたと考えられているが、その時期以外は1873年にパリに戻るまで24年間の動向に定説はない。辞伝によれば、世界を旅して、秘境を学び、エジプト、ジャは日本まで訪問し、インドのラダックからチベットに入国しようとしたという。そして1851年に、 ロンドンのハイドパークで初めてマスターに出会ったとしている。アメリカ人作家ーエール・ローソンの回想では、1851年にエジプトに滞在し、コプト人魔術師、パウロス・メタモンに教えを受け、1851年に一時期ニューヨークにいたという。ブラワツキーの描いたボートの風景が世界各国を放浪し様々な職業に就いたとも言われる。 重廷のウィッテ伯爵の回想録では、ブラバツキーは、イギリス人船長と駆け落ちし、サーカスに入り、オペラ歌手、ミトロビッチと同棲するなど、地中海周辺を転々としていたとされる。ブラバツキーは、エジプトに行き心霊協会を組織したり、パリでは、イギリス出身の巧妙な霊媒の、ダニエル・ダングラス・ホームの女子となり自らも、霊媒の素養を身につけたとも言われる。また、 フランス系のフリーメイソンのメンバーとも交流したという。吉永新一、松田和也は、1851年パリ滞在時に、催眠術師の被験者になって推奨占いや、霊体離脱を学び、1871年に、カイロでメタモンに再会したこと、心霊協会を設立して失敗したことは、事実のようだと述べている。 1875年1873年にはパリからニューヨークに渡った。後年、属している秘密結社の指令で霊的運動を起こすための渡米であったと述べている。1874年、バーモント州チッテンデンで行われていたエディ兄弟の高齢会においてヘンリー・スティール・オルコット大佐と出会った。以降、二人は積極的に 心霊運動に参加していったが、1875年7月に発表した記事以降、原理的に心霊主義と正反対であるオカルティズムへ唐突な方向転換がなされた。1875年、オルコットは突然ブラバツキーを通して、エジプトノルクソール同胞団という秘密結社の入会許可書をもらい、同会に所属するマスター。 トユイティトベイなる人物から手紙を受け取るようになった。吉村、松田は、その手紙の内容はあまり、ブラバツキーに都合が良かったが、オルコットは特にギネも抱いていなかったようだと、述べている。ここで登場するトユイティトベイは後に、新知学のマハトマという概念に変化していくことになる。これは意味としては、おおむね、古代から継承されている霊地を、少数の賢者にのみ伝える。 未知の上位者を意味しており、こうした発想というのは元をたどると、フリーメイソンの厳格解律派や、イギリスバラ十字教会などに見られたものである。この時期のブラバツキーの目はエジプトに向いていた。1875年9月7日、ブラバツキーの自宅にて、ジョージ・フェルトを講演者とし、エジプト人の用いた比率の失われた基準と題した、講演が行われた。フェルトの講演に刺激を受けて、 彼の数秘術や四大霊の実験を目的とする団体の設立が提案された。ブラバツキーとオルコット大佐1875年11月17日、新地学協会を正式に創設。初代会長には、オルコット大佐が就任し、協会の運営を取り仕切ることになった。副会長は、ジョージ・フェルト、図書室書は、チャールズ・サザラン、評議員に、霊媒の絵まぶりン。 更新秘書として、ブラバツキー、顧問弁護士として、WQ ジャッジという構成であった。設立当初は相当活気があったという。1877年にイシス・アンベールド、ベールを取られたイシスを出版。執筆には会員たちの助けがあったと考えられているが、ブラバツキーは、協会設立からわずか2年で1000ページを越す隊長を完成させた。 上官で、科学の誤りを、下巻で、キリスト教の誤りを論じており、西洋用オーカルティズムをベースに、エジプトを思考したものであった。ここで解かれた内容は、イシス・ミツギのような古代の霊地を復興することで真の、霊性を養うことや、ドグマ化したキリスト教と、唯物論化したサイエンスの害を排することや、心霊主義は止めるべきだ、ということである。ブラバツキーは、 心霊主義とは異なる、霊根幹を持っていて、人間は死と共にそのアストラル体の方は分離ししばらくの間、アストラル界に留まるとし、シンガの方は、ブッティイコールアートマと結びついて、急速的待機状態に入るとした。そして、心霊主義において、